レイク軍はアメリカ合衆国フロリダ州のフロリダ半島北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は297,052人であり、2000年の215,28人から41.1%増加した。軍庁所在地はタバレス市であり、同軍で人口最大の都市はクラーモント市である。レイク軍は オーランド・キシミ・大都市圏に属している。レーク軍は1887年にサムター軍とオレンジ軍の一部を合わせて設立された。軍名は域内に多くの湖があることによっていた。名前の付けられた湖だけでも1400ある。レーク軍内にはシュガーローフ山があり、その標高は312フィートでフロリダ半島の最高地点である。フロリダパンハンドル地域には それより、標高の高いブリトンヒルがある。1888年の元日、フローラ・コールとエリアス・ディズニーが、軍内キスメットの町で結婚し、隣接するアクロンの町で短期間住んでいた。彼らが、ウォルト・ディズニーの両親である。2007年2月2日、早朝に連続して、竜巻に襲われ、地域で少なくとも20人が死んだ。 チャーリー・クリスト州知事は、非常事態を宣言した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1156.40平方マイルであり、このうち陸地953.15平方マイル、水域は203.25平方マイルで、水域率は17.58%である。空港道路このタバレス水上飛行機基地は、タバレス氏が所有し、 公共用途に使われる水上飛行機基地である。ドーラ湖のタバレス水上飛行機基地、マリーナリーズバーグ国際空港は、元陸軍の飛行場であり、リーズバーグ中心街の東、ハリスコ岸にある市営空港である。ミッドフロリダやサービス空港は、ユースティスの東、修道44号線沿いにある。主要高規格道路公共交通機関、レイクエクスプレスは、 2007年から、レイク群地域で運行される公共交通機関である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アスタトゥラマチクラーモント市、ユースティス市フルートランドパーク市、グローブランド市、ハウインザヒルズ町レディレイク町、リーズバーグ市マスコット市、ミネオラ市モンテベルデ町マ,マウントドーラ市。 タバレス市軍長所在地、ユマティラ市フロリダ州共生省が、軍内未編入領域にあるレーク共生施設敷地に、リージョン3共生施設事務所を構えている。ありがとうございます。